大阪のホストクラブで1日で使った最高額、うん、250。おー150。お前らヤバいぞ。2人組、うん、どうも、ホチュンリック、どう、ジャスティン、やる気元気だけいや、久々に来ましたね、大阪。いや、1ヶ月ぶりぐらい。そうやね、また来ると思ってなかったです。もう、ね、一応同じ服で来ました、ね、そうですね、一応ね、あの同じ別撮りですよね。これは別日です。別日に。今日は何やるんですか。今日はなんと、はい、やっぱり、はい、大阪のホストと歌舞伎町のホストって違うんじゃん。まあいや、まあ、自由だって方言ぐらいじゃない、違うのは。いや、でも使ってる金額って確かに歌舞伎町と違うんじゃないの。イメージ的にはなんか歌舞伎町の方が多いイメージはあるじゃん、うん、でもそれは俺らの偏見かもしれない。そうや、その通り。なめんな大阪と。ということで、題して、はい、今日はですね、大阪で聞いてみた、うん、ホストに使った最高金額。これでもね、ごめんけど、俺が気になる。そう、ね、俺も気になる。俺も気になる。見てる。なんで100万以上の人は LINE 聞いていいんですよね。ダメです。ダメでした。はい、はい、と、はい、うことでね、まあ、早速行ってみましょう。はい。カウンタウン。そうっす。大阪のホストクラブで1日で使った最高額はおいくらですか。500です。お、すごい。それってさ、俺らも調査してるからまだわかんないんだけど、その大阪では普通なのかな、うん、多いのかな。どうなんや、多い方やと。なんか歌舞伎町みたいに。なんかさ、いやでもそれってさ、偏見でしょ。歌舞伎の方が使ってるってイメージ。イメージ。でも俺らもそう思うけど、大阪の方が使ってるかもしれない。俺らもいろいろ調査してるけど、うん、200ってさらっと出てこない。嘘。出らん、ね、出らん。結構聞いたんですか。いや、俺らめちゃくちゃ聞いてるから。俺何回やったか。その200万ってちなみに何に。確かに何、コーキーボトルですね。うん、コーキーボトルね、買ったことですね。今までで使った、1日使った最高金額を今聞いてて。20。おー、20、ね、もう20だったら何が買えますか。サーフボード。サーフボード、3枚。いくらですか。30あったら何が。ごめん、考えてなかった。考えろよ。そんなことよりもいくつなんだろうと思って。確かに若いよね、多分。そう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 。今21。だからさ、普通にさ、それぐらいの年で2、30万も使うってすごい。何が3年生の。え、おいくつ。20歳。キャリーパミパミか。どういうこと。大阪ってジャッジから入れます。ジャッジから入れる。ジャッジから、店による。なるほど。今まで行ったホストで1日で使った最高金額。120万。何買える、何買える。小型犬のすごい高い方。高い方。高いな。デビが買う。5000円。何が買えます。首都高をだいぶ乗れる。乗れるな。じゃあがっつり使ったことないんですよ、まだ。80ぐらい。おい、ちょっと削ってるやん。でもすごいわ、80で120なんや。120はちなみにタワーとかですね。普通にどうやって全部飾り。ああ、飾り。やっぱ東京とそこはあんまりね、変わんないですね、うん。ホストクラブで使った最高額。でも私少ないです。いいよ。いやいや、またまた。少ない方が多い。じゃ少ない方行こう。少ない方。20。おお。少ないですか。200。ラインだけ教えてもらって。いや、早いや。はい、ということでね、関西の方ですか。はい。やった、関西弁ちょっと喋ってみて。なんでやねん。なんでやねん。お、なんか告られたんやけど。めちゃくちゃ来た来た。イタリア。ジローラム。イタリア。どうもですか。あ、僕ジャスティンって言います。あ、オッケー。なんかごめん、なんかごめんなさい。よっ。バイバーイ。バイバーイ。人間追いかけない。ホストクラブで使った最高額。お、行ったことありますよ。チュッて言うな。あ、ごめん。可愛いとこ出ちゃった。いくらですか。先に言いたいです。26。あ、26万あれば何できるの。何買います。うちの家賃が払います。高い。いくらですか、いくらですか。145万。いすずのトラックは買えん。買えんな。イベントとか。あとね、いや、誠実。あとね、関西の人さ、顔出し全然 OK ってみんな言うけど、歌舞伎町の人さ、みんな隠したがるよ。じゃ悪いことしてるんよ。悪いことしてないよ、みんな。歌舞伎町はね。大阪のホストで使った最高額っていうのがね、気になる。今聞いてるんですけど。確かに66です。66。ちょっと待って、666、悪魔の数字。信じるか信じないかはあなた次第。え、いくら使ったんですか。覚えてない。覚えてない。わかんないぐらい使ってる。覚えてないもん。結構やばいけどね。なんかほとんど店でカサミボトルみたいなのを下ろして、それとなんかシャンパンを下ろしたけど、だって覚えてない。だって飾りとシャンパンって50は超えてるよね。超えてる超えてる。でも分かんないの。覚えてない。額分からずに普通にもらったもん。やば。あ、で、歌舞伎町でいう家計、大阪でいう未収になって、でちょっとずつ払っていったみたいな。
ちゃんと払うんやね。分かんないまま使ったのに払ってもいいんだ。分からん分からん。お前も隣から止めよう。大阪のホストクラブで一日で使った最高額いくら？250。実際タワーとか。タワーじゃなく。何入れた？飾りボトルみたいな。飾りと普通のシャンパン。すごい。いくらですか？150。お前らヤバいぞ。二人組。同じお店とか？別々？150もシャンパンタワーとかではなく、あ、タワープラスです。すごいね。大阪の人マジ人多いよ、使ってる人マジ多い。俺ら今日めっちゃ聞いてるけどめっちゃ多い。歌舞伎町に全然変わんないっていうか、聞く歌舞伎町の方が少ないんだ。少ないと思う。だって2人に1人3桁よ今。やっぱそれぐらい担当のこと愛してんの。まあやかましょう。ありがとうございました。はい、ということでホストの最高金額聞きましたけど、大阪すごいね。ねえ、どうだった？多い、思ってたより全然多いし、俺も思ったより歌舞伎町より全然多いんじゃないかな。大阪の子って顔出しも全然みんなマスクしてればいいよみたいな感じじゃん。多分ね、隠してないのよ、本気で言ってんの全部。ただ歌舞伎町の子って使ってても言ってない子多いんだ。顔出しもすごい嫌がる。嫌がるね。怪しいことありそうだもんね、歌舞伎町の女の子。そうね。イメージね。イメージなんとなく。他の動画で聞いたじゃん、歌舞伎町でも最高金額。でも多分今日のは歌舞伎町の時より多かった。多いよ。多いね。総額したら多分多い。全然多い。なんで、僕たちは、来週から大阪でホストをやることになりました。はい、これからもよろしくお願いします。嘘です。ということで今日はここまで。グリッコじゃね、待ってんで。から来てくれてる人ってすごいねって話してたよ。本当遠方はるばる来てくれてる人全員大事にしようと思った。マジだから全員抱くぐらいの気持ちで。もう抱く抱くよ、好きやから。3000円課金したし。何、漫画？漫画でクソが暇やったもんな。何読んだ？ギャングキング。俺無料で読んでたな。途中で帰ってくれた。ちょっとやめれんくなった。話面白かった。東京マンジリベンジャーズ。マジ面白い。知ってる？マンジも知らないの？見たよ。見たの？じゃあプレゼンして。なんか一分以内な。不良なのにタイムリープするの。は？だよね。いや、お前のターンやろ。一分頑張れよ。あと、なんか不良なのにタイムリープして、新なんか元々不良だったんだけどニートになっちゃったのね、主人公は。でもなんか死んじゃったんだよ、仲間が。不良の時ね。なんかそう、仲良かったやつとか、なんか役中になっちゃったりしてて大人になったら、で、後悔してたの。そしたらそれが、大人になってタイムリープ急にして、やり直せるかもしれないってなって、やり直していくっていう、はい。見よっかな。いやいやいや、マジ、今ので。